皆さん、こんにちは。飯野洋介です。いつも101ウェビナーをご覧いただきありがとうございます。このウェビナーでは、101をやれと突然言われて戸惑っている上司であるあなたのためにですね、少しでも社内101どうやったらいいんだろうか、そんなことのご参考になる情報を提供できればという思いでやっています。ご参考になれば幸いです。今回のテーマはこちら。乗り気でない部下への対応ということで今回はお話をします。今回はですね、また参考文献に基づいてお話をするんですが、プロの、セッションをされる方向けの書物を僕自身が社内101用にアレンジしてお伝えするものです。なので、参考文献そのものの言い方をしてしまうとですね、社内101っていう文脈にちょっと馴染まないかなというふうにも思います。そこは僕なりにアレンジしているので、そういう意味では少し独自研究といいましょうかね、独自解釈が少し強いかもしれません。そんなことをご承知おきの上、今回のお話を聞いてもらえればと思います。よろしくお願いします。さあ、今回の乗り気でない部下への対応なんですが、今回のお話はこの4つです。共感する。普通のこととして受け取る。上司自身の真意を明らかにする。本人の自覚と選択とを促すというこの4つです。特に後半の2つの方は結構独自色が強くなっています。ということで見ていきましょう。まず1つ目、共感するですけれども、この共感に関してはもうすでにウェビナーの中で動画作っておりますので、そちら、詳しくはそちらもご参照いただきたいと思いますが、ぜひ改めてね、指摘をしていきたいのはここ。部下の立場に自分の身を置くっていうことですね。上司が上司の立場から言うんじゃなくて、上司自身が部下の立場に立ってみたときに、あ、なるほど、こういうことかっていうのをちゃんと自覚できるようにするっていうことですね。もし私があなたの立場だったら、うん、私ならきっとこう感じるだろうなっていう、そこをしっかり持つっていうことですね。で、それができるからこそ、これなんです。今、相手の今の気持ちを話してもらうっていうことに通じるんですよね。わかりますかね、これ言ってること。もし、私があなたの立場だったら、私ならきっとこんな風に感じちゃうな。だからこそ、私は今、あなたがどう感じているのかを知りたいんです。気になっているんです。話してもらえると嬉しいな。そういう話にこう繋がっていくわけなんですよね。なので、まず、共感する。相手の立場ですね。相手の立場に自分自身が立ってみるっていうこと。そして、ここでは書いてありませんけど、もう一つ言うのは、共感すると同意するは別のことです。共感したからといって、同意する、賛同する必要まではない。あ、あなたはそう考えているのね。なるほど。それは、まあ、なるほど。理解はできるなっていう。賛成はしない、賛同はしないけどねっていう、そういうことですね。そういう意味での共感だということです。まずは一つ目、共感するですね。二つ目、普通のこととして受け取るということですけれども、こういうね、今の気持ちを話してみてくれませんかっていうと、まあそれはいろんな反応が返ってくるでしょうと。まあ心を開いて普通に話してくれる人もいるかもしれないし、もしかしたら心をそれでも閉ざしたまんま、なんか何も話してくれない、無反応みたいな人ももしかしたらいるかもしれないし、場合によっちゃこう話はしてくれるんだけど、なんかちょっとこう表面的で、うん、逃げてるな、口裏合わせてるだけだなみたいな感じを印象として受けるような人ももしかしたらいるかもしれません。でもそんな時であったとしても、ぜひそんな反応は普通なんだ、どんな反応であっても普通なんだっていうことですね。それが、なんかそこを徹頭徹尾、その普通なんだっていう考え方に居続けるっていうことですかね。なので、そういう意味で言うとこう、いやいや、そんなこと言わないでさ、とか、いや、そう、まあ言わんことはわからんでもないけど、いや、でもさ、とか、そんなこと言わないでさ、みたいな。それはそうかもしれないけど、でもさ、みたいな。なんか、そんな言葉が出てきてしまうと、やっぱりね、この、どんなことが起きても普通のことだっていうところから少しずれてしまうのかなっていうふうにも思います。なので、ぜひ、あ、そうか、そういうふうに感じているんだねっていうことに、普通のこととしてそこを受け止めるっていうことですね。あ、この人はこういうふうに感じているんだ。それが普通のことなんだなっ
ていうこと、相手の立場に立った時になるほど、この人はこういうふうに感じるんだ、それがこの人にとっての普通なんだな、そこをなんかしっかり抑えましょうということですね。まあ、その上でですけれども、相手を受容する言葉を何かね、一言でも返せるとなおいいのかなというふうに思います。あ、言ってくれてありがとうみたいなことでしょうかね。例えばね、なんかそんな受容する言葉というのがあると、ちょっと相手としてもなんかホッとできるというか、まあ言っただけのことはあったなと思えるかもしれないですね。そんなこと、それが二つ目ですね。さあ、そしてここからですよ。上司自身の真意を明らかにするということですね。これは後に紹介する参考文献の中ではこういう表現って出てこないです。参考文献はあくまでプロのそのセッションをされる方がプロとしてクライアントに接するときに、相手に接するときに、じゃあその相手が乗り気じゃない、その時にどういうふうに例えば関わったらいいだろうかっていうことについて書いてあるんですね。なのでそういうある種部外者なわけです。プロのセッショニストというのは、その人がこうある種一時的な関係、クライアントから見ると、こう話し手の側から見ると、まあ社内ワンオンワンでいう部下の立場の人ですね、部下の立場の人から言うと、このカウンセラーじゃなくていいわ、別のカウンセラーの人に聞こう、別のコーチの人に聞こうって言えちゃう状態なわけですね、それって言ってみると。でも社内ワンオンワンだと、いや、この上司と話したくないから別の上司に、そういうわけにはいかないわけですよ、なかなかね。なので、そこはかなり読み替えというかな、言い換えをしています。この本の趣旨が言わんとしていることを社内ワンオンワン的に置き換えると、こういうことになるのかなって、そこは僕の独自解釈に基づいて、ここからはお話をしています。そこをちょっとね、ご了承いただきたいと思います。で、真意を明らかにするっていうことなんですけど、これなんですね、自分自身がこのワンオンワンに取り組む理由です。で、このワンオンワンの取り組む理由っていうのは、その露骨に言えばですよ、本当はというのかな、例えば会社から言われたからやってるんですとか、いや自分は管理職の立場だから、その部下に対してワンオンワンをやってるんですよ、それは立場上当然でしょみたいな言い方ももちろんできると思うんですが、ここで言っているそのワンオンワンに取り組む理由っていうのは、そういう形式的な理由のことを言ってるんじゃないっていうことなんですね。職責としてはではなくて、あなた自身としてなぜこのワンオンワンに取り組むんですかっていうことなんです。で、その下ね、3つ目のポチのところに書いてありますけれども、確かに仕事としてやっていますよ、このワンオンワンは。でもそれだけじゃないんですっていうことをちゃんと自分の言葉で言えるかっていう、本当にそこに自分の思いを乗っけてっていうとね、ちょっとこう熱苦しくなっちゃうかもしれませんけれども、言えるかどうかっていうことですよね。これ実際に本で出てくる例だと、そのプロのね、セッショニストを前提にしているので、だってあなたこのセッションで金もらってるんでしょ、金もらえればいいわけでしょみたいなことをこうクライアントが言ってくるわけです。その時に、はい、そうです、私は確かにこのセッションをすることによってお金を稼いでいます、でもお金を稼ぐだけじゃないんです、私にとってこのセッションに臨むっていうのはお金のためだけではなくて、自分自身のこういうやりがいとか喜びっていうのがあるから、こういうセッションを私はやってるんですっていうことをクライアントに対して言うっていうことが出てくるんですね。で、それはまあプロのセッショニストだからそういうことを言うわけで、社内ワンオンワンでね、なんかそういうことってなかなかちょっとなんか難しい、馴染まないのかなとも思ったんで、これっていうふうに、まあ、これ僕なりの解釈ですけど、置き換えました。単に職責上、会社から言われたからやってるんです。管理職だから立場上やらざるを得ないんですよ。そこは、こっちも辛いんだよ、分かってよ。そういうことじゃなくて、確かに仕事としてやるんです。でも、仕事だけじゃなくて、自分自身の思いとしても、やっぱり上司としてこんなふうなチームを作りたいと思っているし、そういう中では部下であるあなたにもこんな風に育っていってほしいと思っている、自分はそれに貢献したいと本当に嘘偽りなく思ってるんだ、だから自分で納得して自分で選んでこのセッションをやってるんですっていうことを、まあ、そこまで暑苦しくなくていいかもしれませんけれども、何か自分の言葉として言えるかどうか、そこですね、なんかそんなことをちょっとね、こう意識して、なので、なんかそういうことを
ここはその場の瞬発力で言うというよりは、もしかしたらちょっとね、事前に整理をされておくといいかもしれませんね。ここら辺の自分の考えっていうかな、そういうものですね。その次、本人の自覚と選択を促すっていうことなんですけれども、ここもプロのセッショニストとクライアントっていう関係と、上司部下の関係がそもそもある職場でのワンオンワン、ちょっと立場的にかなり違うかなというふうに思います。本当にプロのセッショニストだったらそれって一時的な関係だし、クライアントからするとセッショニストを変える、カウンセラーなりコーチなりをチェンジするっていうことが実はできるんですよね。でも社内ワンオンワンの中で、いや上司チェンジってそれはできないじゃないですか。なのでそこはやっぱり難しい。ワンオンワンの場を離れても上司部下っていう関係性が続いちゃうっていう、そこの難しさはちょっとあるのかなと思いました。でその点に関して、まあ、僕なりにちょっと配慮をしてアレンジした独自色を加えた内容になっています。で具体的にはこれなんです。スイッチを切ったままでいるのも入れるのもあなた次第ですよ、あなたはどうしたいですかっていう、まあ、趣旨のことを言いましょうっていうことなんですね。ここまでは本そのままです。なんですけど、これ多分上司の立場でこれを言うと、下手をすると部下はものすごくこう重圧を感じるというかな、実はこう選択の余地がないっていうふうに部下が受け取っちゃうような言い方にならないように、まあもうちょっと露骨に言えば高圧的な言い方にならないようにっていうか、まあ、選択はできるけど、でも分かってるよね、みたいな、そういう言い方にくれぐれもならないようにっていうことですね。そこは本当に細心の注意を払った方がいいなというふうに思います。これはもう本当にセッションの外でも上司と部下っていう関係性が続いちゃうっていう、社内ワンオンワンならではの、ちょっと注意点というか、留意事項なのかなっていうふうに思いますね。そういう意味で言うと、この、ね、今あなたは乗り気じゃないよね。それ例えば、スイッチが切れている状態っていうふうに、まあ例えば例えてみましょうよ。今ここに目の前に机の上にスイッチがあるとしましょう。それをが切れた状態です。そのスイッチをポチッ押してスイッチつけるのも切れたままにしておくのもあなたが決めていいんです。あなたがやりたいようにしてくれていいですよ。どっちしますか？っていうことを高圧的にならないようにくれぐれも言う。ですね。で、その時にもしかしたらやっぱりね、そのじゃあこの場は一旦上司としてじゃなくて、本当に、ね、僕も上司としてこの場にいるというよりは、会社からの命令でこれをやっているというよりは、自分でやりたい、なんか自分なりにあなたに貢献したいと思ってこの場にいるので、その文脈において僕も上司としてのある種なんていうのかな、役割の仮面を脱ぎ捨ててというか、上司としての帽子を脱ぎ捨てて人として言いますよっていうぐらいの枕言葉をもしかしたらつけてみてもいいのかもしれませんね。で、これをとにかく言うっていうことですね。あまり本当に高圧的にならないようにくれぐれも注意をしながら、ぜひ言ってみてほしいなというふうに思います。で、そうなるともちろんね、え、そんなことをしたらっていうふうにご不安っていうかな、なんか思ってしまう方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。これでございますよ。もし部下がスイッチを入れない、切ったままにしますということを選択しちゃったらどうすんですかっていうことですね。ここで大切なのは、あの2番目に言ったことですよね。どんなことでも普通と受け止めましょうっていうことですね。あ、切ったままにするので、なるほどっていうことを普通のこととして受け止めましょうっていうことですね。そこで何かこう相手を批判する、非難するっていうような雰囲気を醸し出すっていうことですかね。それはもう本当に夢ないように、そこは自制心が求められるかなというふうに思いますね。もちろんそれを言葉で言ってしまうなんていうのは論外だし、でも言葉に言わなくても、言葉に出さなくても、やっぱ態度とか表情とかになんとなく滲んでしまうって、それはまあ人である以上しょうがないっていう面もあるのかなと思うんですけど、そこはできる限り出さず、表に出さずにっていうのは我慢するという意味で言ってるんじゃなくて、優しく
落ち着いた感じでそれを受け止めるっていうことですね。腹の底からそういう、なんつうのかな、批判を思っているんだけど表に出さないっていうことを言ってるんじゃなくて、そもそも、もう内面から批判なんかしないっていうことですね。批判的な姿勢、態度を内面においてもそもそも作らない。そんなことをまずは意識してほしいななんて思います。まあ、その上で、この一言を言いましょう。まあ、なかなかね、厳しい一言かもしれませんけれども、お互いの時間が無駄になりますよね。なので、今日のところは終わりにしましょうか。っていう一言ですね。これはまあ本にまさに書いてあるんですね。スイッチを切るんですね。わかりました。それもいいでしょう。じゃあ、この時間はあなたにとっても無駄な時間になるし、でも私にとっても無駄な時間になるので、今日はこの、今日のこのセッションはね、ここまでで、じゃあ終わりにしましょうかって言うっていうのは、本当に本の中に出てくるんですね。なんですけど、ここから先僕の創作です。やっぱり、ワンオンワン、社内ワンオンワンだと、セッションを離れても上司と部下の関係性って続くじゃないですか。やっぱそこはプロのセッショニストとの大きな大きな違いだと思うんですよね。なので、もしかしたら、これあくまで僕の創作ですけど、こんな一言って付け加えてもいいのかななんていうふうに思います。もしスイッチを入れたくなったらいつでも声かけてねっていうことかな。私の側の扉は開かれていますよっていう、開かれ続けていますよっていう感じですかね。あなたは扉を閉ざすかもしれないけれども、私は扉を開き続けてますよ。いつでも準備ができたら行ってきてちょうだいっていう感じですかね。なのでそこは、今日のところはとか今のところはっていうのを強調してもいいのかもしれませんね。そうか、スイッチを切ったままにしておきたいんですね。今のところはとかね、スイッチを切っておく、スイッチを切り続けるっていう選択をするんだね。今はとか今日は今回はみたいな、なんかそんなことをして、じゃあもしね、スイッチを入れたくなったら、今後スイッチを入れたくなったらいつでもこっちは準備 OK だから声かけてちょうだい、連絡してちょうだい、なんかそんなことをね言って終わりにする。そしてセッション終わったら、日常の場では普段通りに接することですよね。それを、まあ、根に持たないというとちょっとね、言葉があまりにも良くないかもしれませんけれども、普段通りセッションの外では今までと同じ普段通りに接しましょうっていうことです。やっぱりワンオンワンセッションはワンオンワンセッション、業務は業務、そこはしっかりと切り分ける必要があるかななんていうふうに思います。ということで、今回は乗り切れない部下への対応ということで、この4つについてご紹介をさせていただきました。ご参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。